雨降らなくてよかった。ほんとだね。せっかくサンドイッチまで用意して振られたら落ち込んで泣いちゃうよ。つかさは大げさ。映画楽しみだね。アイラは映画館で見るの初めてなんだよね。うん、だからドキドキしてる。映画を見るときはポップコーンを食べるものなの？決まりじゃないけど定番だね。映画を見ながらポップコーンってどういう感じなんだろう。でもポップコーンを食べるときは映画の内容を考えた方がいいね。内容を考える？賑やかな映画ならいいんだけど、静かな大人っぽい映画だと食べる音が響いちゃって周りに気を使うんだ。あ、そっか。今日見るのは賑やかな映画じゃないよね。ラブストーリーだからね。司さんに言われなかったら危なかった。もう始まる？まだだよ。上映の前には CM が入るし。映画館でも CM あるんだ。あと上映中は暗くなるけど泣いちゃダメだよ。泣かないので。でも上映中は暗いんだ。画面見えるかな？それは大丈夫。ちゃんと見えるようになってるから。よかった。映画始まるよ。まるで夢みたいな生活だわ。夢じゃないさ。本当に素敵。あなたのおかげよ。満足したかい？いいえ、まだまだよ。やりたいことがたくさんあるの。好奇心旺盛だな。君が羨ましいよ。冷めてるのね。もっと人生を楽しめばいいのに。もったいないわよ。僕は君のキュートな笑顔を独占できればいい。それだけで満足さ。あ、ジョン、愛しているわ。面白かったね。すごく気に入ったみたいだね。もう一回。ん？もう一回見たい。え？わかった。せっかく来たんだしもう一回見よう。うん。司、お腹すいた？朝食べてから何も食べなかったからね。ごめんね。私がもう一回見ようって言ったから。気にしなくていいよ。アイラが楽しんでくれたら俺も楽しいし。公園でサンドイッチ食べようか。どうだった？初めての映画は。とっても楽しかった。まだドキドキしてる。途中からずっと俺の手を握ってたもんね。あれは暗いところにいると司がいなくなっちゃうんじゃないかって不安で。アイラ、迷惑だった？そんなことはないよ。俺の手ならいくらでも握ってくれて OK だから。ねえ司、私
映画の中であったあれやってみたい。あれ？で、まさか膝枕？私の使ってくれてオッケーなので。じゃあお言葉に甘えて。傘の髪チクチクする。すごく照れくさいんだけど。エラー、よく聞き取れませんでした。いや、エラーって本当は聞こえてるんでしょ？聞こえてないよ。ほら。あねえ、つかさ、私ね、最近夜眠るのが怖いの。想像しちゃうんだ。二度と目を覚ますことができないんじゃないかって。二度とつかさと会えなくなるんじゃないかって。でもこうしてつかさと一緒にいると、その怖い気持ちがスーって消えていくの。司はすごいね。いつでも頼りにしてくれていいから。うん。明日はどうする？